焼けホット839。4月28日金曜日午後4時になりました。こんにちは、夕焼けホット839金曜日担当の古谷香織です。さあ今日は4月の28日、明日からね29日ということなので、ゴールデンウィークお休みがスタートするという方も多いのかもしれませんね。お休み前のもう一頑張り、そんな感じでお仕事をされている方も多いことでしょう。さあ今日はねとってもいいお天気になっていまして、日差しもたっぷりですね。外を歩くのにももう春のね薄手のコートもいらないくらい、そんなね軽やかな感じで外を歩ける、そんな季節、私はやっぱり今の季節がね一番好きな感じがします。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。さあ今日のメニューからまずはご紹介していきましょう。まず4時台の前半では地域の話題、そして後半では365日の誕生花のコーナー、そして毎週バリの情報と旅博者の情報をお届けしているファインステージのコーナー、4時台最後は愛川町インフォメーション、5時台の前半では地域の話題、町緑校舎情報、後半ではピザーラお届け情報、相模原インフォメーション、そして6時台の後半では全国のニュースと、最後は東京町田インフォメーションとお送りします。番組中天気予報は30分おきに、交通情報は4時台は30分おきに、5時台と6時台は15分おきにお送りしますので、ドライバーの皆さんこちらの情報もチェックしてください。まあゴールデンウィークというとねお休みの方多いと思いますし、まあお休みなくね、通常通りの仕事だよという方もいるかもしれません。あの FM ホット839でも、まあ、大型連休の特別番組、予定しています。またね後ほど時間があったら番組の中でも細かくご紹介しようと思いますが、今あの FM ホット839のホームページの方にもねお知らせしておりますので、ご覧になれる方はぜひチェックしてみてください。さあそれでは今日も最後までどうぞお付き合いください。まずは交通情報と天気予報からお伝えします。この時間の交通情報と天気予報、まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに県央道内回りは相模原愛川インターチェンジで事故のため5キロの渋滞となっています。国道16号線は横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で2キロ、淵野辺で2キロ、反対八王子方面へ向かう車は中和田相模大野で1キロの渋滞です。八王子街道相模原方面へ向かう車、目黒交番前で1キロ、国道246号線渋谷方面へ向かう車、文化会館前で2キロ、下今泉で2キロの渋滞です。国道129号線厚木方面へ向かう車、山際で2キロの渋滞、町田街道相原方面へ向かう車、佐塚で1キロの渋滞です。県道様大和線相模原方面へ向かう車、小松原で1キロ、総武台団地入り口で1キロ、鶴川街道鶴川方面へ向かう車、朝日町で1キロ、金井入り口では両方向とも2キロずつ、その他相模原方面へ向かう車、朝日町で断続的に2キロの渋滞です。北里通り国道16号方面へ向かう車、浅溝小学校入り口で3キロ、反対昭和橋方面へ向かう車は浅溝台入り口で1キロの渋滞です。おしまいに市道小淵浅溝台線小淵方面へ向かう車、西大沼で1キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、シートベルトをしっかりと締めてこの後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。
続いて天気予報です。今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。この後1ミリ以上の雨の降る確率は夜にかけて 10%、 深夜は 0% となっています。続いて明日の天気は曇りで、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は午前中まで 0% となっています。明日朝の予想最低気温は9度、明日日中の最高気温は23度の予想です。以上、天気予報でした。ここで電車の情報をお伝えします。小田急線は鶴川駅での人身事故の影響で一部列車に遅れが出ています。小田急線は鶴川駅での人身事故の影響で一部列車に遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。以上、交通情報と天気予報をお伝えしました。次の交通情報と天気予報は4時30分ごろお伝えします。改めまして、FM ホット839をお聞きの皆さん、そしてユーストリームでご覧の皆さん、こんにちは、古谷香織です。さあ、今日もね、とってもいいお天気で、あったかくて過ごしやすい、そんな一日になっていますけれども、今の時期、本当にお花が綺麗な、そんな季節でもありますよね。外を歩いているだけでも本当に色とりどりのお花を目にすることができるかなと思うんですが、今日見てきただけでも菜の花の黄色とかツツジのピンクとか、最近はね、あの藤の花なんかも目立ってきていて、藤棚が綺麗なお家も結構ありますね。藤のだから紫色なんかも今日も見ることできました。まあ、そんな感じで日々ね、いろんな色とりどりの花にこう元気をもらっているんですけれども、私も普段、まあ、お花を見たりするのも好きなんですが、結構あの1日の始まりに占いとかやってるじゃないですか。今はねテレビだけじゃなくて、こう例えばインターネットとかでもあの気軽に見ることができると思うんですが、そんなあの占いを見るたんびにチェックしているのが今日のラッキーカラーみたいなのを結構気にしていて、で今日は私は乙女座なんですけれども、乙女座は何々色がラッキーカラーですよとかって書いてあるのを見ると、ついねお洋服なんかも、あ、じゃあ今日はその色にしてみようみたいな感じで、選んでいたりします。まあ、なんか本当に色がね、くれる元気だったりとか癒しだったりとか、そういういろんな効果ってあると思うんですよね。でまあ私も好きな色いろいろあるんですけれども、一番なんか元気をもらえる色っていうと青空の青
ですかね。起きてこう窓を開けた時にやっぱり曇りがちで白い空を見るよりも青い空、ね、これから夏空なんかも本当にはっきりした濃い青のね空を見ることができると思うんですけれども、そんな青空を見るだけで、あーなんか今日も一日頑張れそう、そんなね風に思うんですよね。不思議ですが、さあ皆さんもねいろんな色に囲まれて毎日生活していると思うんですが、好きな色何色ですか？ということで今日のメッセージテーマはあなたの好きな色というテーマでメッセージ募集していきたいと思います。まあなんか私のように例えばラッキーカラーはこの色なんですだから好きなんですとかね、例えばお洋服とか何か物を買うときについつい好きなこの色を選んでしまうんですとか、そんな色にまつわるメッセージとともにぜひあなたの好きな色教えてください。メールの方は 839@fmhot.jp 839@fmhot.jp、 ファックスの方は 042-776-0839 042-776-0839 です。そして FM ホット839のホームページには番組へのメッセージフォームもありますので、こちらもご利用ください。それから夕焼けホット839金曜日では、時間帯限らずどの時間でもリクエストお待ちしています。まあ、だいたい80年代以降の J-POP 中心で、リクエストありましたらメッセージと一緒に送ってください。ということで今日のメッセージテーマは好きな色、ぜひ番組の方まで教えてください。今日もあなたからのメッセージお待ちしています。さあ1曲目です。末和成さんからいただいたリクエスト、加山雄三、青い星屑。お送りした曲は末和成さんからいただいたリクエスト、加山雄三、青い星屑でした。ここで地域の話題をお送りします。町田市野菜摂取のレシピ開発という話題です。町田市はこのほど効果的に野菜を市民が摂取できるように冊子野菜を食べやすくする野菜料理レシピ集を発行しました。
地元で採れる野菜を使ったレシピ集で、簡単、手間いらずなメニュー20種類を掲載しています。町田市では2012年に食育推進計画づくりに関する市民向けのアンケートを行い、その結果、市民の1日の野菜摂取量が約 250g だということを把握。国が健康増進のために定めた健康日本21では、1日の野菜摂取量目標が 350g 以上に対して、市民の摂取量が少なかったことを受け、冊子ではあと 100g プラスできるようなメニューを掲載しました。冊子には材料や作り方のほか、アレンジ方法、栄養量、栄養成分表示の見方なども記載しているので、料理が苦手な人やレパートリーを増やしたい人など、好みに合ったアレンジメニューも手軽に作ることができるように工夫しています。メニューを開発した町田栄養食生活ネットワーク会議では、野菜が取れない原因として考えられる調理に手間がかかる、朝食に野菜料理を入れにくいなどの課題を解決するため、5分から15分でできる簡単で手間いらずのレシピを考えました。町田栄養食生活ネットワーク会議は、市内の幼稚園、小中学校、高校、大学のほか、病院や高齢者施設、栄養士会などで組織され、実際に提供しているメニューも今回の冊子に掲載しているということです。材料に使っている野菜はすべて町田市内で入手できるものを選んでいます。この冊子は A5 版32ページ、町田市役所や保健所、健康福祉会館、市内のアグリハウスで配布しています。発行部数1万部。また掲載しているレシピは町田市のホームページでも公開しています。野菜摂取のレシピを開発して、こういう冊子でね、配っているということなんですけれども、本当に、まあ、野菜をね、毎日決まった量取るっていうのは難しかったりするんですよね。この春一人暮らしをした方なんかもね、ぜひこういう冊子を手に取って、毎日野菜をたくさん食べられるように心がけてみてはいかがでしょうか。以上、地域の話題をお送りしました。ミスターオールマンデーさんからいただいたリクエストお届けしましょう。ミバでミラクル。
私は衣替えを済ませましたよというメッセージも書いてくださっています。もうねだいぶ暖かい日増えてきましたからね、半袖のもの私もそろそろ出しておかなきゃいけないかななんて思っています。このゴールデンウィークあたりでね衣替えをするっていう方も多いかもしれませんね。お送りした曲はミスターオールマンデーさんからいただいたリクエスト、ミワでミラクルでした。ほえちゃんからいただいたリクエストをお届けしましょう。奥田民生でイージューライダー。私は好きな色、緑色です。今の季節、山沿いに行くと緑色の木々が目の保養となっていいですよね。ゴールデンウィークは全部仕事なので、ゴールデンウィークが終わったら休みを取ってお出かけしたいと思います。
ね、自然の緑は本当に癒されるしいいですよね。さあ、ほえちゃんからいただいたリクエストは奥田民生インジューライダーでした。代わってお送りする曲は K.I. レジェンドさんからいただいたリクエストです。一世風靡セピアで前略道の上より。やっぱりオレンジ、僕はジートなのでジャイアンツカラーのオレンジは外せませんが、しかし今はもっぱら競走馬をよく見るので茶色ですかね。たまに白馬の馬もいますが、やっぱり馬は茶色がいいですね。なので今一番好きな色は茶色ですというね、メッセージとともにリクエストをいただきました。 K.I. レジェンドさんからいただいたリクエスト、一世風靡セピアで前略道の上よりでした。 CM の後はこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。時刻は4時30分を回りました。夕焼けホット839、毎週金曜日は私古谷香織がお送りしています。それではこの時間の交通情報と天気予報です。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに圏央道内回りが相模原インターチェンジで事故の影響で7キロの渋滞となっています。ご注意ください。国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で2キロ、京和で2キロ、八王子方面は中和田、相模大野でそれぞれ1キロの渋滞です。国道246号線、渋谷方面へ向かう車、文化会館前で2キロ、下今泉で2キロの渋滞。町田街道、相原方面へ向かう車、佐塚で1キロ、県道座間大和線、相模原方面へ向かう車、総武台団地入り口で1キロ、鶴川街道、相模原方面へ向かう車、金井入り口で2キロ、朝日町で1キロの渋滞、北里通り、昭和橋方面へ向かう車、浅溝台入り口で1キロ、おしまいに市道小淵浅溝台線、小淵方面へ向かう車、西大沼で1キロの渋滞となっています。
ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。小田急線は鶴川駅での人身事故の影響で一部列車に遅れが出ています。小田急線は鶴川駅での人身事故の影響で一部列車に遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。以上、交通情報でした。続いて天気予報です。今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。この後1ミリ以上の雨の降る確率は夜にかけて 10%、 深夜は 0% となっています。続いて明日の天気は曇りで、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は午前中まで 0% となっています。明日朝の予想最低気温は9度、明日日中の最高気温は23度の予想です。以上、天気予報でした。次の交通情報と天気予報は5時ごろお伝えします。365日の誕生花のコーナーです。365日、その日にちなんだ花があります。それを誕生花と言います。誕生花の由来はギリシャ・ローマの神話時代に遡ります。その頃、花や木々は神秘的な力や神からのメッセージを宿すものと考えられていたそうです。このコーナーではそんな誕生花をご紹介します。4月28日、今日の誕生花はエニシダ。シュッと伸びた枝の先に黄色い花をたくさん咲かせるエニシダ。寒さと乾燥に強く、痩せた土地でも元気に育つことから、初心者でも安心して育てられる樹木となっています。また花からは甘くていい香りがします。清楚、清潔という花言葉はエニシダの枝を束ねてほうきを作っていたことにちなんで名付けられました。今日生まれのあなたは自分のテリトリーにとてもこだわる人、自分の考えや価値観と違うことに拒絶反応を起こす時があります。保守的なタイプかも。今日4月28日生まれの有名人は宮地雅子さん、生稲晃子さんなどがいます。ということで、今日4月28日の誕生花はエニシダ。黄色いね、お花がやっぱり印象的で、この頃黄色の花を見ると本当にこうビタミンカラーっていうのは元気をもらえる色だと思うんですが、私もね、時々見かけますけれども、そんな時にはこうグリーンのね、葉っぱと黄色のお花にこう結構元気をもらえていたりします。
ちょうどね今が咲いている時期なので、皆さんも周りに咲いていないかどうか探してみてください。誕生花はその解釈によって複数存在します。365日の誕生花ではそのうちの一つをご紹介しています。ぜひ参考になさってください。以上、365日の誕生花のコーナーでした。ハリハリ仮面ライダーさんからいただいたリクエストをお届けしましょう。稲垣潤一で夏のクラクション。今日のメッセージテーマは好きな色、黄色系です。理由はみかん、グレープフルーツ、パイナップル、バナナ、トウモロコシ、パプリカ、卵など美味しそうだな、食べたいなと感じるからです。確かに黄色美味しいものいっぱいありますね、こうやって並べてみると。いただいたリクエストは稲垣潤一で夏のクラクションでした。
毎週バリの情報と旅白書の情報をお届けしているファインステージのコーナーです。このコーナーでは上溝にあるステージ21の下田社長に電話でねお話をお伺いしています。それでは早速お呼びしましょう。下田さん、こんにちは。はい、こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ今日はですね、リスナーさんからメールが届いていますので、はい、ありがとうございます。はい、こちらご紹介したいと思います。はい、よろしくお願いします。ラジオネームバリバリバリ太郎夫婦さんからいただきましたよ。はい、いよいよ念願叶いバリへ来週出かけます。はい、そこで外せないスポット、穴場スポット、うん、絶対食べた方がいいバリの食事、うん、おすすめのお土産教えてください。滋賀、4泊6日で30日の出発です。楽しみということでメッセージいただいたんですが、いいですね。運と欲張り旅行できそうですね。4泊6日ですからゆっくりできそうですけれども。そうですね。さあ、いくつか質問なんですが、うん、まずは外せないバリのスポット、穴場スポットって言ったらどこら辺になりますか？はい、穴場っていうのかな、僕がやっぱり一番おすすめしたいスポットって観光地ってあるんですね、バリの中で。はい、それでですね、バリ島の一番南端に、はい、ウルワツという断崖絶壁に建てられた寺院、はい、お寺があるんですね。はい、でここにはね、野生の猿なんかがたくさんいましてね、観光客にいたずらをするので有名なんですけれども。あ、そうなんですね。そうなんです。でそこにですね、毎日、はい、夕方になりますとね、はい、ケチャダンス、ちょうどね、ケチャっていうのは猿の鳴き声がケチャッ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 ってこう聞こえるんで、ケチャダンスっていうんですが、鳴き声から来てるんですね。そうなんです。別名でファイアダンスっていうんですけどね、はい、ちょうどインドネシアのラマヤマナ物語っていうのかな、それにを元にして、上半身裸の男性が、ぐるっと何重にもエンジン組みましてね、はい、手を挙げたりして、うん、要は猿の真似をして、はい、ちゃっちゃかちゃっちゃか声で演奏するみたいな、はい、でその中にお姫様が出てきたりとか、はい、猿の王様が出てきたりとか悪者が出てきたりとかっていう物語が繰り広げられましてね、はい、なるほど。で最後そこが全部火の海になるんですよ。すごいですね。すごいです。迫力すごいです。うわ、それで、はい、なおかつちょうど、そうだな、せっかく行くんだったら、はい、西向きに席を取ってください。西向きがいいんですね。はい、そうしますとね、はい、夕方になってどん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 夕日が、はい、インド洋の向こうに沈んでいく手前に、はい、手を挙げたケチャダンスの風景が広がっていくんですね。あ、なんか想像するだけで素敵ですね。はい、もう感動ものです。これはもう絶対行っていただきたいですね。昔は結構小規模にやったんですけど、はい、今人気らしくてね、はい、その会場っていうのかな、屋外の会場なんですが、すごく広く円形の会場を作ってましてね、はい、そこに毎回かなりのお客様が入るようですのでね、はい、これはもう必ず行ってください。これはウルワツというところの寺院ですね。そうです、ウルワツ寺院ですね。はい、はい、じゃあ西向きがいい向きということで、はい、西向きおすすめです。はい、はい、ぜひちょっと早めに行って席取っちゃった方がいいですよ。なるほど、ゆっくり行くともうね、はい、席限られちゃうかもしれないので早めがいいですね。はい、そうですね。じゃあここがもう外せない、そして穴場スポットっていう感じですかね。はい、はい、これはもう絶対おすすめですので、はい、じゃあね、はい、チェックしていただきたいんですが、はい、やっぱりね、食べ物も、うん、ね、どんなもの食べようかなって悩んでしまうと思うんですが、ね、絶対食べておいた方がいいそんなバリの食事は何ですか？よく日本でもインドネシアの料理屋さんありますよね。はい、いろんなものあるんですが、はい、やっぱり普通にナシゴレン、はい、チャーハンですね、はい、あとミーゴレン、はい、これは焼きそばなんですが、ええ、これが基本的には日本でも定番になってると思うんですね。はい、これをですね、ぜひ現地で食べていただきたいです。うん、やっぱり日本で食べるのとは違いますか？はい、味が違うと思いますね。そうですか。でさらにですね、もっと深くこれ追求していきますとね、はい、インドネシアの、各地でですね、はい、このナシゴレンの味が実は違うんです。あ、各地で違うんですか？そうなんです。ですから例えばお店の名前をこうよく見てると、はい、例えば
ナシゴレンジャカルタとか、はい、ナシゴレンスラバヤとか、はい、地名がついたナシゴレンがある時もあるんです、はい、そうするとその地方の独特の味付けをしているっていうナシゴレンになるんですね。なるほど。じゃあお店の名前を見るとちょっとわかるわけですね、はい、そうなんです。あの、うん、ちなみに中華料理店でも、はい、チャーハンやっててナシゴレンっていうんですが、はい、結構日本のチャーハンに似てますね。あ、そうなんですね。そうなんですよ、ですからあの変わったものを食べて面白いんですけどね、はい、この定番をお試しになったらいかがでしょうか。はい、まあ、日本で食べるものとはね違うということなので、その違いを楽しんでみるのもいいですね。そうですね。はい、はい、ではおすすめのお土産といったらどんなものがありますか。やっぱりそうですね、あの大きいものだとかさばっちゃうので、はい、例えばね、バリには結構、ナチュラルのココナッツで作った石鹸なんかありますんでね、はい、この石鹸なんかすごく、本当、自然のものでなので、これなんか喜ばれると思いますね。石鹸ぐらいだったら全然かさばらないと思いますし ね、ちょっとしたお土産にもいいかもしれません ね、そうですね。あとはね、そうですね、ピュアココナッツオイルですね。はい、これは食用にもなりますしね、はい、いろんな使い道できるんですが、うん、本当に混じり物がないようなココナッツオイル売ってますしね、はい、あとはね、ちょっと女性の方だったらヘアマニキュアっていうのかな、はい、カプセル状にオイルが入ってましてね、それが、まあ、いろんな種類のオイルがあるんですけど、はい、それをなんか髪の毛つけると髪の毛がいいらしいですね。あ、なるほど。はい、この辺が小さいものとしては簡単でいいかもしれませんね、はい、うん、ぜひぜひじゃあ参考になさってね、お土産の方も選んでいるのも楽しいですからね。そうですね。はい、ということでバリバリ、はい、バリ太郎夫妻バリ太郎さん、バリ太郎さんですね、はい、ご夫婦でね行かれるということですので、いいですね、ぜひ楽しんでいってください。楽しんできてください。はい、いいですね、メッセージありがとうございました。ありがとうございます。さあ下田さんね、ゴールデンウィークは結構お忙しいということでしたが、ね、全部仕事になっちゃったんですけど、うん、はい、ただね、はい、5月1日に、はい、なんか町田のウエストボックスっていうところで、はいはい、フェミニンな午後なんていう、なんかあるらしいですね。よくご存知で、はい、ちょっとそこは覗きに行こうかなと思ってます。お待ちしてます。この日はね、私も出演させていただくんですけれども、はい、それ以外にこの夕焼けホット839水曜日を担当しているミカさんと、はい、あとミュージックボックスで、はい、3週目パーソナリティをしているミュージコさんと、はい、この FM ホット839に出ているミュージシャンが3組出ますの で、はい、ぜひぜひいらしてください。そうなんです。連休が仕事になっちゃったご褒美にちょっと聞きに行こうかなと思ってますので、お待ちしております。また向こうでお会いできたら、ね、はい、光栄です。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。お待ちしてますね。はい、ということで、はい、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。さあ、ということで今日はね、バリに旅行に行かれる直前の方からね、バリ太郎さんから、メッセージ質問いただきましたので、下田さんには答えていただきましたね。まあ、ゴールデンウィークにバリに旅行に出かけるなんて本当にね羨ましいですけれども、ぜひね今日下田さんから聞いた内容を参考にして楽しい旅をしてきてください。ということで、このコーナーでは下田さんに聞きたい質問募集しています。バリに関する質問、それから旅白書に関する質問でも構いません。メールの方は 839@fmhot.jp、 ファックスの方は 042-776-0839。 そして FM ホット839のホームページには番組へのメッセージフォームもありますので、こちらもご利用ください。以上、毎週バリの情報と旅白書の情報をお届けしているファインステージのコーナーでした。水玉スニーカーさんからいただいたリクエストです。矢上純子、水色の雨。
好きな色見ていると吸い込まれていくような沖縄やハワイやタヒチの海の色のようなターコイズブルーが好きです。身につけたり飾ったりして癒されています。いいですね。水玉スニーカーさんからいただいたリクエスト、矢上純子水色の雨でした。この後は相川町インフォメーションお送りします。サンキュー FM サガリー
時刻は午後5時を回りました。改めまして FM ホット839をお聞きの皆さん、そしてユーストリームでご覧の皆さん、こんにちは、古谷香織です。夕方4時からお送りしています夕焼けホット839。今日もこの後6時54分の東京町田インフォメーションまで生放送でお送りします。さあ、今日のメッセージテーマは好きな色ということでね、皆さんからメッセージいただいています。ご紹介しましょう。ひこにゃん、ありがとうございます。好きな色は青です。その理由はスーパー GT でオイラが応援しているチームウェッツスポーツレーシングバンドゥのチームカラーだからです。5月3日4日に富士スピードウェイで開催されるスーパー GT 第2戦 in FSW にも行くので、今から楽しみですということで、あ、こういうね、応援しているチームカラーの色だから好きっていうのもやっぱりあるんですね。見に行くときはやっぱりその色のね、T シャツを着たりグッズを持ったりして行かれるんでしょうか。素敵なゴールデンウィークにしてください。さあ、そんなひこにゃんからはリクエストもいただいていたんですが、ごめんなさい、こちらの曲がご用意できなかったので、もしよかったらね、また別の曲でもお待ちしています。それからうどんけん大好きさん、好きな色はオレンジです。なぜオレンジが好きになったかは自分でも分かりません。でも小さい頃から好きでした。理由は分からないけれどもね、なぜか好きということで、やっぱり色を選ぶときには決まってオレンジ色を選んでいたんでしょうかね。さあ、それから名古屋の神戸秀政さん、若い頃には黒が好きで T シャツも黒を着ていました。今ではグレーが落ち着くようになりました。ラッキーアイテムは赤がいいらしいのですが、男にはちょっと勇気がいりますね。あの、好きな色がこう年齢とともに変わってくるっていうのもありますよね。なんか私も10代の頃とかは結構原色赤とかピンクとか、そういうはっきりした色の洋服とかを選んで着ていたんですけれども、だんだんとそういうはっきりした色よりもね、あの神戸秀政さんは黒よりグレーになったっていう風に書いてありましたけれども、私もちょっとこう白が入ってきたような、なんかこうはっきりした色よりも少しそういうスモーキーな感じの色が、同じねピンクでもね、色味がちょっと優しい感じの色が好きになってきたり、なんかそういう変化っていうのはありますよね。メッセージありがとうございます。さあ、このような感じで今日は皆さんの色、好きな色をぜひ教えてください。番組へのメールは 839@fmhot.jp 839@fmhot.jp です。ファックスの方は 042-776-0839 042-776-0839 です。そして FM ホット839のホームページには番組へのメッセージフォームもありますので、こちらもご利用ください。リクエストもね、まだまだ合わせてお待ちしています。さあ、それから5時台のメニューですが、この後は地域の話題、そして町緑校舎情報、後半ではピザーラお届け情報、相模原インフォメーションとお送りしていきます。それではこの後も引き続きお付き合いください。まずは交通情報と天気予報です。それではこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに圏央道内回りは相模原インターチェンジで事故のため12キロの渋滞となっています。先ほどよりも距離が伸びていますね、ご注意ください。国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で2キロ、京和で2キロ、宇野森で1キロ、八王子方面は中和田、相模大野でそれぞれ1キロの渋滞です。国道246号線渋谷方面へ向かう車、下今泉で2キロの渋滞、町田街道横浜方面へ向かう車、朝日町で1キロ、
相原方面は佐塚で2キロの渋滞です。県道座間大和線相模原方面へ向かう車、小松原で1キロ、総武台団地入り口で1キロ、鶴川街道相模原方面へ向かう車、金井入り口で2キロ、朝日町で1キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、シートベルトをしっかりと締めて、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。小田急線は鶴川駅での人身事故の影響で一部列車に遅れが出ています。ご注意ください。以上、交通情報でした。続いて5時発表の最新の天気予報です。今夜の天気は晴れで、夜の初め頃曇りでしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨の降る確率は 10% となっています。続いて明日の天気は晴れで、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で、雷を伴うところがあるでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は、午前中までは 0%、 お昼から夜までは 30% となっています。明日朝の予想最低気温は9度、明日日中の最高気温は23度の予想です。以上、天気予報でした。5時台からは交通情報を15分おきにお送りします。次の交通情報は5時15分ごろお伝えします。ここで地域の話題をお送りします。災害時も Wi-Fi 確保、町田市などが開発という話題です。町田市は26日、地元企業と共同し、震災などの災害時に自動点灯する街路灯を活用した観光防災ステーションを開発したと発表しました。上部に公衆無線 LAN、 Wi-Fi とスピーカー、防犯カメラ、下部にデジタルサイネージを配備し、街路灯と合わせて5つの機能を持たせました。商品名は Wi-Fi 町田くんで、水処理、環境事業の泉と協力しました。両社は2013年、街路灯のポール部分にバッテリーユニットを収納し、災害、停電時にも夜間に3日ほど点灯できる消えない町田くんの共同開発に成功しました。市によると、これまでに町田、つくしの、相原、多摩境など市内の8駅の前に計約190基を設置。他の自治体からの引き合いも多く、小金井、八王子、日野市などのほか、神奈川県鎌倉市など多摩地区外でも導入が進んでいるといいます。 Wi-Fi 町田くんは、消えない町田くんをベースに4つの新機能を加えました。 Wi-Fi のスペックなどで費用は異なりますが、街路灯からすべて整備した場合は250万から300万円、
昨年7月に特許庁から実用新案として登録されました。無線 LAN にはスマートフォンなど最大100端末まで接続可能。デジタルサイネージは観光や行政情報を表示し、災害・停電時にはスピーカーと合わせ帰宅困難者の誘導に活用することを想定しました。録画可能な防犯カメラも加え、停電時でも約10時間作動するということです。市庁舎隣の市民ホールは、災害時に帰宅困難者が避難する第一次滞在施設。市は今月から市庁舎敷地内で1基を試験運用しており、市内での設置を順次進めたい考えです。市庁舎活用課によりますと、東日本大震災時の帰宅困難者の誘導は、市職員が手旗で行いました。無線 LAN 環境の整備で災害時の通信手段確保にもつながり、観光・防災の両面からまちづくりに貢献できると期待しています。災害時、やっぱりもう今ね、本当に Wi-Fi を使う方っていうのは増えていますのでね、こういうのが停電になってしまった場合とか、災害時にもね、使えると情報を得ることができたり、いろいろな面で役立つかなと思います。以上、地域の話題をお送りしました。青鬼さんからいただいたリクエストをお届けしましょう。竹内まりやで素敵なヒットソング。今日のメッセージテーマは好きな色。お察しの通り、青鬼の青が好きですね。服とか物選びとか、何でもブルー系を選んじゃいますね。なんででしょうかね。青い空かな、海かな。でも自然につながっている感はありますよね。青でもね、本当に様々な青ありますよね。空の青、海の青。ね、私も好きな色の一つです。
さあそんな青が好きだとメッセージくださった青お兄さんからいただいたリクエスト、お送りした曲は竹内まりや素敵なヒットソングでした。時刻は5時15分30秒を回っています。ここでこの時間の交通情報です。まずは相模原とその周辺の道路状況をお伝えします。圏央道内回りが相模原インターチェンジで事故のため7キロの渋滞です。国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で2キロ、京和で2キロ、宇野森で1キロ、八王子方面は中和田、相模大野でそれぞれ1キロの渋滞、八王子街道、相模原方面へ向かう車、目黒交番前で1キロ、国道246号線、渋谷方面へ向かう車、下今泉で2キロの渋滞です。町田街道、横浜方面へ向かう車、朝日町で1キロ、相原方面は佐塚で1キロ、時和で1キロの渋滞です。県道座間大和線相模原方面へ向かう車、小松原で1キロ、鶴川街道相模原方面へ向かう車、金井入り口で1キロ、北里通り国道16号方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロ、昭和橋方面へ向かう車は大沼で1キロの渋滞です。おしまいに、市道小淵浅溝台線小淵方面へ向かう車、西大沼で1キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。小田急線は鶴川駅での人身事故の影響で一部列車に遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。以上、交通情報でした。次の交通情報は5時30分ごろお伝えします。CM の後は町緑公社情報をお送りします。
白ポロさんからいただいたリクエストお届けしましょう。モーニング娘。で恋愛レボリューション21。今日のメッセージテーマは好きな色、金色、銀色、白、ピンクです。どちらも自分の大好きな色なので身につけていますというメッセージとともにリクエストいただきました。シロポロさんからのリクエストはモーニング娘。で恋愛レボリューション21でした。代わってお送りする曲はイグロさんからいただいたリクエストです。ドリームズカムトゥルーで晴れたらいいね。私の好きな色は2つあります。1つ目は黒、何色にも染まらない芯の通ったところが好きです。2つ目は青、青といっても淡い青ではなく藍染めした後の濃い青色で凛とした感じが好きです。どちらの色も着こなしによって見た感じが左右する色でもあるからです。そんなねメッセージとともにリクエストいただきました。イグロさんからいただいたリクエスト、お送りした曲は Dreams Come True で晴れたらいいねでした。
時刻は5時30分を回りました。夕焼けホット839、毎週金曜日は私古谷香織がお送りしています。それではこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに圏央道内回りは相模原インターチェンジで事故のため7キロの渋滞となっています。国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で2キロ、大野台で1キロ、宇野森で1キロ、八王子方面は中和田、相模大野でそれぞれ1キロ、八王子街道、相模原方面へ向かう車、目黒交番前で1キロ、国道246号線、渋谷方面へ向かう車、下今泉で2キロの渋滞です。町田街道、横浜方面へ向かう車、朝日町で1キロ、佐塚では両方向とも1キロずつ、その他、相原方面へ向かう車、滝の沢で1キロ、時場で1キロの渋滞です。県道座間大和線、相模原方面へ向かう車、小松原で1キロ、総武台団地入り口で1キロ、鶴川街道、金井入り口では両方向とも1キロずつの渋滞です。世田谷通り、鶴川方面へ向かう車、逗子大橋で1キロの渋滞。県道相模原相川線、横山方面へ向かう車、上田名で1キロ。おしまいに市道、小淵浅溝台線、小淵方面へ向かう車、西大沼で1キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。続いて天気予報です。今夜の天気は晴れで、夜の初め頃曇りでしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨の降る確率は 10% となっています。続いて明日の天気は晴れで、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴うところがあるでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は午前中まで 0%、 お昼から夜までは 30% となっています。明日朝の予想最低気温は9度、明日日中の最高気温は23度の予想です。以上、天気予報でした。次の交通情報は5時45分ごろお伝えします。県立相模原高校同窓会から卒業生の皆さんへお知らせです。県総卒業生の皆さん、同窓会新聞は届いていますか？県立相模原高校同窓会は今年50周年を迎えました。50周年記念式典と祝賀会を5月20日土曜日午後2時から小田急ホテルセンチュリー相模大野で行います。卒業生の皆さんには同窓会新聞とともにご案内を発送していますが、お手元に届いていますか？
宛先が不明で同窓会事務局に戻ってきてしまっている案内状があります。引っ越しや結婚などで住所や名前が変わっている方はどうぞ同窓会事務局までご連絡ください。県総同窓会50周年記念事業事務局への連絡はファックス番号042-784-5048 042-784-5048 実行委員長小林宛て、またはメールアドレス、ローマ字小文字で県総数字の 50th@gmail.com kenso@gmail.com県総 50th@gmail.com 同窓会役員中島宛て、また50周年記念式典と同窓会パーティーの参加申し込みの受付期間を延長しましたので、案内状が届いている方もどうぞ同窓生の皆さんにお声かけのご協力をお願いします。当日はお世話になった先生方もいらっしゃいます。クラスメートや部活の仲間も集まります。詳しくは同窓会ホームページをご覧ください。ホームページでは懐かしい同窓生の声を聞くこともできます。県立相模原高校同窓会50周年記念式典と祝賀会は5月20日土曜日、小田急ホテルセンチュリー相模大野で午後2時から。思い出話に花を咲かせ、吹奏楽部 OB の演奏に合わせてみんなで校歌を歌いましょう。案内状、同窓会新聞が届いていない方はご連絡ください。50周年記念式典と祝賀会の参加申し込みはまだ間に合います。どうぞ多くの方にお声かけをお願いします。ぜひ皆さんのご参加をお待ちしています。県立相模原高校同窓会から卒業生の皆さんへ、50周年記念式典祝賀会のお知らせでした。世界の本田さんからいただいたリクエストです。大滝詠一で君は天然色。
私の好きな色は赤です。今まで買ったバイクや車はほとんどが赤。子供の頃にスーパーカーブームというのがあって、その頃に見た真っ赤なフェラーリの印象が強く残っています。その時に赤い車イコールかっこいいというのが刷り込まれたらしく、ついつい赤を選んでしまいます。いろんなね色がある中で赤を選ぶ、なんかピンとくるものがあったんでしょうね、きっと子供の時にね。そんな世界の本田さんからいただいたリクエストは大滝栄一、君は天然色でした。代わってお送りする曲は池田哲彦さんからいただいたリクエストです。夏川りみで名だそうそう。私が好きな色は白または黒です。白は至ってシンプルであり、また黒はリッチな気分になります。白と黒ね、なんかはっきりした色味ですね、両方ね。そんな池田哲彦さんからいただいたリクエスト、夏川りみでなだそうそうでした。
時刻は5時45分30秒を回っています。ここでこの時間の交通情報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに圏央道、内回りは相模原インターチェンジで事故のため7キロの渋滞です。国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で2キロ、大野台で1キロ、反対八王子方面は中和田、相模大野でそれぞれ1キロ、八王子街道、相模原方面へ向かう車、目黒交番前で1キロ、国道246号線、渋谷方面へ向かう車、下今泉で2キロ、国道129号線、八王子方面へ向かう車、関口で2キロ、厚木方面は山際で2キロの渋滞です。町田街道横浜方面へ向かう車、中央橋北で1キロ、相原方面は朝日町で1キロ、時和で1キロの渋滞です。続いて県道座間大和線、相模原方面へ向かう車、小松原で3キロ、鶴川街道相模原方面へ向かう車、金井入口で1キロ、県道相模原相川線、横山方面へ向かう車、上棚で2キロ、おしまいに市道小淵浅溝台線、小淵方面へ向かう車、西大沼で1キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、車間距離をよく守って、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。次の交通情報は6時ごろお伝えします。ピザーラお届け情報。毎週金曜日はピザーラから美味しい情報をお届けしています。新年度スタートしましたが、進級された方、新社会人の方など、新しい生活を始めた方も多いのではないでしょうか。実はピザーラにもニューフェイスがいるんですよ。今日はピザーラの新商品をご紹介しましょう。まずはツナチェダーデラックスです。ピザーラオリジナルのトマトソースをベースに、ツナと相性抜群のマヨネーズ、ベーコン、チェダーチーズをトッピングした癖になる味わいのピザです。ツナチェダーデラックス、お値段は税抜きで M サイズ1980円、 L サイズ3150円。モッツァレラシュリンプ、エビの旨味を凝縮した濃厚なシュリンプソースをベースに、プリプリのエビを贅沢にトッピング。エビ好きにはたまらない一枚です。モッツァレラシュリンプ、お値段は税抜き M サイズ2300円、 L サイズ3680円。とろけるチーズとロースハム、重ねたロースハムの間からたっぷりのとろけるチーズが顔を出す、お子様に人気の一枚です。とろけるチーズとロースハム、お値段は税抜き M サイズ2280円、 L サイズ3654円。続いてはクォーターピザをご紹介しましょう。
耳までソーセージクォーター。パリッとした食感のジューシーなソーセージを耳に巻き込みました。中心部はトマト&バジル、熟成&ソーセージ、熟成サラミ&ソーセージ、照り焼きチキン&マヨネーズ、ポテト&コーンの4種類が楽しめる大満足のクォーターピザです。フレッシュバジルは別添えです。細かく手でちぎっておかけください。耳までソーセージクォーター、お値段は税抜き M サイズ2250円、 L サイズ3584円。そして欲張りクォーター、春の新商品ツナチェダーデラックスととろけるチーズとロースハム、定番商品のもち明太子、タルタルチキンの4種類が一度に味わえる、文字通り欲張りなクォーターピザです。欲張りクォーター、お値段は税抜き M サイズ1980円、 L サイズ3150円です。ピザーラはどなたでも美味しくいただけるよう、豊富なバリエーションでお待ちしています。ピザーラのピザ、ニューフェイス、ともども末永くご贔屓のほどよろしくお願いします。以上、ピザーラお届け情報でした。今日のメッセージテーマは好きな色、ちたたかさんからいただいています。透き通った青色、コバルトブルーが好きです。好みの色はその時によって変化しますが、中学生の時は緑、高校生の時は赤、そして現在がコバルトブルーの青になります。その好みの色は趣味に反映していたりしますよね。例えばスキーウェアとか。なるほどね。そっか、その時々のスキーウェアの色でね、あ、この頃高校生の時は赤だったなとか、中学生の時は緑だったなってはっきり覚えてらっしゃるんですね。なんかこう色、好きな色が変化していてもあまり覚えてないけど、はっきり覚えてるなんてすごいなと思ったら、そういうねウェアとかで、思い出せるっていうのはいいですね。なんかね、ちたたかさんもメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。今日は好きな色教えてください。メールの方は 839@fm.hot.jp、 ファックスは 042-776-0839 です。この後は相模原インフォメーションをお送りします。
時刻は夕方6時を回りました。改めまして FM ホット839をお聞きの皆さん、そしてユーストリームでご覧の皆さん、こんにちは、古谷香織です。夕方4時からお送りしています夕焼けホット839。この後6時54分の東京町田インフォメーションまで生放送でお送りします。さあ今日のメッセージテーマは好きな色ということでね、メッセージいただいています。のっちさん、ありがとうございます。好きな色時々変化するかもね。先ほどもやっぱりその年によって色が変わってきたなんていうお便りもありましたけれども、のっちさんも変わるということで、でも青、緑、ピンクは必ず入る色かな。他にも白や水色、黒も気持ちの変化などで入ってくる色ですね。スマートフォンの壁紙に選ぶ写真の色合いに季節や気持ちの色が入ることは多いかも。今は藤の花が壁紙になっています。藤の花はね、ちょうど今の季節見ごろですからね、紫色の綺麗な壁紙になってるんですね。メッセージありがとうございます。確かにその時の気分によってとかね、やっぱりその年齢だったりとか、そういうのでも好きな色っていうのは変わってきそうですね。それから、リクエスト、キキさん、ラジオネームキキさんからはリクエストをいただいたんですが、ごめんなさい、こちらの曲がありませんでした。もしよかったらね、また違う曲でリクエストをしていただけると嬉しいです。さあ、まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。今日のメッセージテーマは好きな色。色にまつわるメッセージ、ぜひ送ってください。メールの方は 839@fmhot.jp 839@fmhot.jp です。ファックスの方は 042-776-0839 042-776-0839 です。そして FM ホット839のホームページには番組へのメッセージフォームもありますので、こちらもご利用ください。今FM ホット839のホームページの方には、このゴールデンウィークのね、特別番組のご案内なんかも載っていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。さあ6時台は6時台後半で全国のニュース、そして最後は東京町田インフォメーションとお送りします。その他では皆さんからいただいたメッセージ、それからリクエストどんどんかけていきます。この後もどうぞお付き合いください。まずはこの時間の交通情報と天気予報からお伝えします。ここでこの時間の交通情報と天気予報、まずは相模原とその周辺の道路状況をお伝えします。はじめに圏央道内回りは相模原インターチェンジで事故のため7キロの渋滞です。津久井街道相模原方面へ向かう車、城山高校前で1キロの渋滞。国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で2キロ、大野台で1キロ。八王子方面は中和田、相模大野、大野台でそれぞれ1キロの渋滞です。国道246号線渋谷方面へ向かう車、文化会館前で2キロ、下今泉で2キロの渋滞。国道129号線厚木方面へ向かう車、山際で2キロの渋滞。町田街道横浜方面へ向かう車、朝日町で1キロ、相原方面は佐塚で1キロ、朝日町で1キロ、時和で1キロ、多摩ニュータウン入り口では断続的に2キロの渋滞となっています。続いて県道座間大和線、相模原方面へ向かう車、小松原で1キロ、鶴川街道、相模原方面へ向かう車、金井入り口で2キロ、北里通り、昭和橋方面へ向かう車、大沼で1キロ、県道相模原相川線横山方面へ向かう車、上棚で2キロ、相模原大磯線津久井方面へ向かう車、堀之内で1キロ、市道小淵浅溝台線小淵方面へ向かう車、西大沼で1キロ。おしまいに県道相模原立川線相川方面へ向かう車、小山で2キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、少しずつ暗くなり始めていますね。
車のライトをしっかりとつけて、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。続いて天気予報です。今夜の天気は晴れで、夜の初め頃曇りでしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨の降る確率は 10% となっています。続いて明日の天気は晴れで、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴うところがあるでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は午前中まで 0%、 お昼から夜までは 30% となっています。明日朝の予想最低気温は9度、明日日中の最高気温は23度の予想です。以上、天気予報でした。次の交通情報は6時15分ごろお伝えします。ヒロオヤジさんからいただいたリクエストをお届けしましょう。サザンオールスターズでシーチョ言葉にご用心。
好きな色、私は青、それもマリンブルー、ロイヤルブルー、ネイビーブルーと何でもござれ。しかし車とバイクは別、銀、シルバーなんです。幼い頃に一目惚れのポルシェ911とスカイライン GTR、 それぞれが銀でした。銀色のボディはボディラインが際立つ気がします。各有現在の愛車とバイクもやはり銀色でも、家族のワゴン車は鮮やかなスカイブルーなんです。確かに銀とかね、シルバーっていうのはそれだけでかっこいいっていう感じになりますからね。一目惚れのね、ポルシェとかが銀だったというね、そういうのもあるんでしょうね。さあ、そんなヒロ親父さんからいただいたリクエスト、お送りした曲はサザンオールスターズでシーチョ言葉にご用心でした。代わってお送りする曲はキューちゃんからいただいたリクエストです。松田聖子で赤いスイートピー。好きな色は赤です。やっぱりその力強さがいいです。何をするにも気合を入れるには赤しかないでしょう。そういえばもともと赤いスイートピーって存在しなかったんですね。今では品種改良で赤もあるみたいですが、なんかね、スイートピーってやっぱりピンクのイメージがありますものね。さあ、そんなキューちゃんからいただいたリクエスト、松田聖子で赤いスイートピー、送りしました。代わってお送りする曲は雪中庵さんからいただいたリクエストです。私古谷香織でマイメロディーズ。僕の好きな色は心がスカッとする明るい青ですが、特に宝石のアクアマリンの透明感が好きで、色で言うとセルリアンブルーでしょうか。辛い時も青空を見上げればまだまだ広い可能性があると信じられますね。え、本当に青はいろんな青ありますけれども、どれも私も好きな色かもしれません。青の種類ね。そんな雪中庵さん、ゴールデンウィークはね、久しぶりにウエストボックスにライブに伺いますということで、私の曲リクエストしてくださいました。古谷香織でマイメロディーズでした。
時刻は6時15分30秒を回りました。ここでこの時間の交通情報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに圏央道内回りは相模原インターチェンジで7キロの渋滞です。国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で2キロ、京和で2キロ、八王子方面は中和田、相模大野、橋本御佐路でそれぞれ1キロの渋滞です。八王子街道相模原方面へ向かう車、目黒交番前で1キロ、国道246号線渋谷方面へ向かう車、文化会館前で2キロ、下今泉で2キロ、伊勢原方面は東原で2キロの渋滞となっています。続いて国道129号線厚木方面へ向かう車、山際で2キロ、金田で1キロ、県道座間大和線相模原方面へ向かう車、小松原で1キロ、総武台団地入り口で1キロ、鶴川街道相模原方面へ向かう車、金井入り口で2キロ、北里通り昭和橋方面へ向かう車、大沼で1キロ、村富線矢部方面へ向かう車、星ヶ丘で1キロ、座間方面は総合体育館前で2キロ、県道相模原相川線横山方面へ向かう車、上田で2キロ、相模原大磯線津久井方面へ向かう車、堀之内で1キロ、市道小淵浅溝台線小淵方面へ向かう車、西大沼で1キロ、おしまいに県道相模原立川線相川方面へ向かう車、小山で2キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、スピードと車間距離を守ってこの後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上交通情報でした。次の交通情報は6時30分ごろお伝えします。エコ安全運転ちかしさんからいただいたリクエストをお届けしましょう。松任谷由実で私を忘れる頃。
好きな色は紺色、群青色です。この色は天気のいい夕暮れや夜明けの静かな空のグラデーションを連想させる色です。私は緊張する場面にこの色のアイテムを身の回りに置いて心を落ち着かせるおまじないのようにしています。大事な会議、人前でセミナー講師などで登壇をするとき、紺色のタオルや紺色の腕時計を置いて汗を拭き残り時間を確認したりしています。香里さんは緊張の場面などのおまじない何かありますか？私は緊張するととにかくよく深呼吸をしてますかね。やっぱりこう息を吸って全て吐いてみたいなのを、なんか単純なことですけどそういうことをしているかな。あとは首周りとか結構マッサージしたりしています。歌う前とか喋ったりする前とかね、血行を良くしてるっていう感じなんですかね。エコ安全運転ちかしさん、メッセージリクエストありがとうございました。お送りした曲は松任谷由実、私を忘れる頃でした。変わってお送りする曲は、ユミママさんからのリクエストです。竹内まりやで、嬉しくて寂しい日。好きな色はオレンジです。自分に似合う色なので好きになりました。オレンジね、じゃあ夕焼け空とかもお好きですかね。やっぱりこれもでも癒される色かもしれませんね。そんなユミママさんからいただいたリクエストは、竹内まりやで嬉しくて寂しい日でした。変わってお送りする曲は、イゴールヒロチャンチンさんからいただいたリクエストです。高橋真理子で、桃色吐息。
メッセージリクエスト、くださったイゴールひろちゃんちんさんの好きな色ピンクです。ピンクでもいろいろな色味がありますが、薄めのピンクが好きです。もしもゴールデンウィークがあれば桜前線を北上したいなぁと妄想しています。ピンクね、しかも薄いピンクということなので、やっぱり桜のね色を思い出しますけれども、なんかあの桜前線だいぶ北上して、今日あたりは札幌、北海道の札幌でも開花したなんていうニュースもありましたよ。ぜひぜひ北海道まで行ってみてはいかがでしょうか。メッセージリクエストありがとうございました。イゴールひろちゃんちんさんからいただいたリクエスト、お送りした曲は高橋真理子で桃色吐息でした。さあこの後は CM を挟んで、この時間の交通情報、そして、天気予報をお伝えします。この後も引き続きお付き合いください。時刻は6時30分を回りました。夕焼けホット839、毎週金曜日は私古谷香織がお送りしています。それではこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で2キロ、京和で2キロ、宇野森で1キロ、八王子方面は中和田、相模大野でそれぞれ1キロの渋滞です。八王子街道、相模原方面へ向かう車、目黒交番前で1キロ、国道246号線渋谷方面へ向かう車、文化会館前で2キロ、下今泉で2キロ、伊勢原方面は東原で2キロの渋滞です。国道129号線厚木方面へ向かう車、山際で2キロ、金田で1キロ、町田街道横浜方面へ向かう車、中央橋北で1キロ、反対相原方面は佐塚で1キロ、滝の沢で1キロ、時和で1キロの渋滞です。県道座間大和線、相模原方面へ向かう車、小松原で3キロの渋滞、行幸道路厚木方面へ向かう車、小田急相模原で2キロの渋滞、村富線座間方面へ向かう車、総武台団地入り口で1キロ、県道相模原相川線横山方面へ向かう車、上棚で2キロ、市道小淵浅溝台線小淵方面へ向かう車、西大沼で1キロ、おしまいに県道相模原立川線相川方面へ向かう車、小山で2キロの渋滞となっています。
ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。続いて天気予報です。今夜の天気は晴れで、夜の初め頃曇りでしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨の降る確率は 10% となっています。続いて明日の天気は晴れで、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴うところがあるでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は午前中までは 0%、 お昼から夜までは 30% となっています。明日朝の予想最低気温は9度、明日日中の最高気温は23度の予想です。以上、天気予報でした。次にお届けするのが今日最後の交通情報になります。6時45分ごろお伝えします。 CM の後はこの時間のニュースをお伝えします。北朝鮮問題、アメリカが中国の動きに期待しています。ここでこの時間のニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は27日、政権発足から100日を前にロイター通信のインタビューに応じ、北朝鮮の核ミサイル開発をめぐり膠着状態になれば北朝鮮と大きな衝突が起きる可能性を指摘した上で、外交的な解決を望む姿勢を強調しました。同時に、ぜひとも外交で解決したいがとても難しいとも話し、問題解決の難しさを示しました。北朝鮮対応の鍵を握る中国、習近平国家主席とは非常にいい個人的な関係を築いた。この大事な場面で我々を助けるために最善を尽くしてくれていると思っていると述べました。一方、アメリカのティーラーソン国務長官は27日、アメリカのフォックステレビとのインタビューで北朝鮮問題をめぐり、中国とは毎週中身の濃いやり取りをしているとした上で、中国は北朝鮮に対して核実験の自制を求めるとともに、核実験を実行した場合には独自の制裁に乗り出す方針を通告したことを明らかにしました。
トランプ大統領がアメリカと中国の焦点となっている貿易問題で譲る可能性も示唆するなどして、中国に対して北朝鮮問題における役割拡大を求め、役割拡大を重ねて求め、一生懸命やっていると評価していましたが、中国と北朝鮮の具体的なやり取りが明らかになるのは初めてです。さらにアメリカ太平洋軍のハリス司令官は27日、上院軍事委員会の公聴会で、朝鮮半島の危機は本物で、これまで見た中で最悪だと指摘しました。そして北朝鮮への対応では、すべての選択肢がテーブルの上にあるとする一方で、まだ実施していない制裁分野がいくつかある。武力行使の前にすべての制裁を尽くすべきだと強調しました。また北朝鮮の弾道ミサイルに対処するため、在韓アメリカ軍への配備が始まった最新鋭迎撃システムサードについて、日本も同じようなシステムを導入するべきだとする一方で、弾道ミサイルに対する防衛システムであり、北朝鮮が韓国に向けて配備している多数のロケット砲が発射された場合、対抗できる兵器はないと語りました。そのような中、日本とアメリカの動きも活発になっています。朝鮮半島に向けて航行中のアメリカ軍の原子力空母、カール・ビンソンの艦載機と航空自衛隊の戦闘機が今日午前、沖縄本島の東側で共同訓練を行いました。カール・ビンソンとは海上自衛隊の護衛艦2隻も23日から訓練を行っていて、日米は挑発行動を繰り返す北朝鮮を引き続き牽制していく構えです。おしまいに株と円の動きです。今日の東京株式市場の平均株価終値は、昨日より55円ほど安い19,196円74銭でした。一方、東京外国為替市場の円相場は、昨日より1銭円安ドル高の1ドル111円28銭で大方の取引を終えました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。名宅さんからいただいたリクエストをお届けしましょう。矢上純子でパープルタウン。好きな色は紫とオレンジ。太陽の下でもどこか落ち着きを持った紫と、対照的に太陽に負けない勢いを感じるオレンジの2色が好きです。
本当は愛車もどちらかの色にしようかなと迷いましたが、昔から乗りたかったスバルのスポーツカーを購入したので、スバルブルーと呼ばれる青い車に乗っています。そんなねメッセージをくださった明卓さんからいただいたリクエストは、矢上純子でパープルタウンでした。代わってお送りする曲は、肩書きのない HN さんからいただいたリクエストです。尾崎豊で15の夜。好きな色、南国の海の色ですかね。別にマリンスポーツをするわけではないのですが、落ち着くというか、顔がにやけるというか、僕にとって癒し系なんですかね。海の色、ね、青っていう方はすごく今日多かった気がしますね。やっぱり落ち着く癒しの色なのかもしれませんね、海の色ってね。肩書きのない HN さんからいただいたリクエストは、尾崎豊で15の夜でした。時刻は6時45分を回りました。ここで今日最後の交通情報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で2キロ、京和で2キロ、宇野森で1キロ、八王子方面は相模大野で1キロの渋滞、八王子街道相模原方面へ向かう車、目黒交番前で1キロ。国道246号線、伊勢原方面へ向かう車、東原で1キロ。国道129号線、厚木方面へ向かう車、山際で2キロ、金田で1キロの渋滞。県道座間大和線、相模原方面へ向かう車、総武台団地入り口で1キロ。鶴川街道、相模原方面へ向かう車、金井入り口で1キロ。世田谷通り、相模原方面へ向かう車、大倉で1キロ。漁港道路、厚木方面へ向かう車、総武台団地入り口で1キロ。村富線、座間方面へ向かう車、総合体育館前で2キロ。おしまいに、市道小淵浅溝台線、小淵方面へ向かう車、西大沼で1キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。
この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、今日最後の交通情報をお伝えしました。今日のメッセージテーマは好きな色。池さん、ありがとうございます。私は緑ですね。新緑の緑、山の緑、キャンパスの緑、様々な景色で緑が落ち着いて好きです。森林の中でただゆったり、緑を感じながら考え事をしたり、読書をしたり、釣り糸を垂れる、至福の時ですね。緑も本当に癒しの色ですよね。もうちょうど今、桜の花の薄いね、ピンクから緑色、新緑の緑に桜の木も変わっていますけれども、もうそれを見ているだけでもやっぱりなんか元気をもらえるというか、エネルギーを感じますよね。部屋とかにもね、観葉植物とか置いたりするのも納得。やっぱりね、緑は癒しの色ですね。池さん、メッセージありがとうございます。それからすっとこどっこ衣装さん、好きな色はフェラーリの赤です。憧れと情熱を感じる色でたまりませんね。ね、車が好きで、スーパーカーが好きな方なんかはやっぱり赤ね、フェラーリの赤っていうのはすごく印象のあるね、憧れの色みたいですね。確かに、なんか私も子供の頃、ミニチュアの、やっぱりね、そういう車で遊んだりしてた時も赤の車って選んでた気がしますもんね。すっとこどっこ衣装さんもメッセージありがとうございました。5月1日、ライブ行きますというね、メッセージもいただきました。お待ちしてますね。ありがとうございました。4時からお送りしてきました、夕焼けホット839、金曜日、そろそろお別れの時間です。さあ、メッセージいただいています。西門の張り切り親父さん、ありがとうございます。今年ももうすぐで5月ですね。5月といえば田植えの時期。昔はね、みんな手作業で田植えをしていたけれども、最近はね、機械で、やってしまうことが多いようですね。そこで香里さんは田植えを経験したことありますか、ということなんですが、私の、父の実家が山梨なんですけれども、子供の頃はおばあちゃん、おじいちゃんが畑じゃなくて田んぼですね、田んぼでやっぱり、お米をね、作っていたんですよ。で、田植えをした記憶はないんだけど、稲刈りをした記憶ならあるんですよね。一緒に稲を刈って、それを干してみたいな作業をした記憶は、まだまだちっちゃかったと思うんですけれども、残っています。田植えの経験はないんですよね。でも、機会があったらね、やってみたいことの一つではあります。
ね、西門の張り切り親父さん、メッセージありがとうございました。さあ、それからね、今日もたくさんの好きな色にまつわるメッセージ、それからリクエストありがとうございました。やっぱり全体的に癒しをね感じるブルーとか緑とかっていうのがすごく多かったような気がしますね。さあ、今夜10時からのミュージックボックスですが、今週は4週目ですね、アランヒルズの回になります。今回はですね、ゲストに相模原出身のシンガーソングライター磯貝真人さんをゲストに迎えて、そしてちょっと意外なメンバーでミュージックボックスをお届けしています。ぜひ今夜10時からのミュージックボックスもお楽しみください。それからゴールデンウィーク、私はライブがねたくさんありまして、まずは4月30日の日曜日、町田ウエストボックスでマジックボックスボリューム1というねライブに出演させていただきます。私古谷香織、それから杉崎みなみさん、小林ひな、吉高さん、西健二さん、パパさん、このメンバーでね、ライブをやります。夕方16時半、オープンの17時スタートです。そして、5月1日月曜日、2日続けてねライブがあります。この日は FM ホット839でおなじみのね、ミカさん、それからミュージコさんと3組での出演です。時間が18時半オープン、19時スタートです。ちょっと2日続けてなんですけれども、ぜひねお時間がある方は両方来ていただけるとすごく嬉しいです。皆さんもねゴールデンウィークいろいろな予定があるかと思いますが、どうぞ楽しいゴールデンウィークにしてくださいね。ここまでのお相手は古谷香織でした。この後は東京町田インフォメーションをお送りします。